ダルエッサラームはタンザニア最大の都市でかつての首都、通称ダール。現在の法律上の首都はドドマであるが実質的な首都機能は経済の中心地となっているダルエッサラームにある。人口は515万人。鉄道など交通の中心地でザンジバル北海のフェリーが発着する。気候は熱帯性で海岸のため湿気が多い。 最高気温は年間を通じ摂氏30度前後、最低気温は摂氏20度前後である。降雨量は1年2100ミ、mm、リメートル。人口増加が著しく、2050年2597万人、2075年に3749万人、2100年の人口予測では7368万人を数える超巨大都市となる予測が出ている。 1865年もしくは1866年に、対岸にあたるインド洋上の島、ザンジバル島を支配する、ザンジバルスルタン国のスルタン、マージド・ビンサイードによって建設が始まり、彼の利休が置かれ、ダルエス・サラームの名が与えられた。マージドは、農業、商業の発展のために、アラブ商人やインド商人をここに住まわせた。1870年に、 マージドが死んだ後一時的に錆びれたが、1887年にドイツが進出し、1895年、ドイツ領東アフリカの首都がバガモヨから移され、東アフリカインド用地域における基地となった。1905年、マジマジ反乱。第一次世界大戦でドイツが敗北すると、ダルエスサラームを含むドイツ領東アフリカは、イギリス移民党治領タンガニイカとなり、 イギリスによりダルエスサラームはタンガニーカの政治、経済の中心都市として位置づけられた。これにより他のイギリス支配地域と同様にダルエスサラームにもインドから数多くの移住者を受け入れることとなった。第二次世界大戦後スワヒリ系ムスリム住民を中心とした人々によるタンガニーカの独立を目指す運動の中心地となり1961年に タンガニイカは独立を達成した。1965年にタンガニイカ共和国がザンジバルと合法してタンザニア連合共和国が成立するとダルエスサラームが首都となる。1973年に法律上の首都はタンザニア内陸部のドドマに移された。それに伴い国会がドドマに移転されたものの観光庁や中央銀行をはじめとする主要な機関のほとんどが 現在も残っているため、首都機能を担う都市は、実質的にダルエスサラームであるとみなされている。1978年1月、市内で、これらが蔓延、多数の死者が出た。政府は感染拡大を封じるために、ダルエスサラームをはじめとした、感染地の交通を遮断。物価が急上昇するなど、市民生活の混乱も生じた。 ダルエスサラーム港空港ダルエスサラーム州の州と、インド洋に面した港町、キッペンの気候区分で、サバナ気候に区分される。ダルエスサラーム州は、5つの県で構成されている。ダルエスサラームをホームとする、サッカークラブがある、うがりと呼ぶ米飯が主食。ありがとうございます。